さあ、続きまして続いてるかな、サッカー対戦実況第10話その3でございます。どうもアザラシです。前回は振り向くなさくらくんということでね、聖魔城にたどり着いた花組の面々ですが、敵の妨害に遭い、敵のね、イノシカ町の三騎士の妨害に遭い、一人一人仲間が亡くなっていって、ついにもう大神とさくらくんしか残っていないという、こういう状況でございます。サッカー対戦というのは実はこんなに重いストーリーだったんですね。皆さんご存知だったでしょうか。今ゲームとかソシャゲとかで出ているサクラ対戦のメンバーは実は個人ということになるわけですね。みんな亡くなってたと。まあよくあるよね、ガンダムとかでもね、チェーンアギとかね、エマシーンとかさ、作中では亡くなってるんだけどキャラクターとしてはまあ有名だからみたいな。あ、椿くんだ。使用不能。あって言ってる。何？まあ、割とダメじゃないか。割とダメでしょう。だがしかしの鞘師がめっちゃ好きなんだけど、わかる。たまへー。これ何なんだろう。だがしかしの鞘師がめっちゃ好きなんだけど、三白眼っていうんだったかな。あのなんか目大きいキャラあんまり好きじゃない。目の黒いね、あのカラコンとか入れてさ、瞳大きくしたりするじゃん、目を大きく見せるためにさ。あれ気持ち悪いんだよ逆に。なんかあの白目が大きい方がいいよね。昔のアニメ好きだから。昔のアニメとも違うか。なんか少女漫画とかさ、やたら目ったら顔の面積の2分の1ぐらい目があったりするじゃん。ああいうの見るとなんか、うわ、気持ち悪ってなる。そういう恐怖症ってあると思うんだ。うん。大神くんに私が倒せて。ふふ、かわいいわよ。いいわ、決着をつけましょう。二人っきりで。ね。やめてください、大神さん。大丈夫だ、俺がやめさんを説得してみせる。まだ説得とか甘えこと夜で、こいつは。誰にも邪魔はさせない。大神のアホ。さっさとこんなん切り捨てればいいのに。大して思い入れもないと思うんだから、綾部さんとな。マリアとかならわかるよ。手法が。何しか言っとない。何燃えてます。スタッフが足りなさすぎる。落ちるぞ。舵を指導に切り替えろ。わしがやる。まだまだ。そや、ショーゲーマルってどうなってんだろうな。誰が動かしてんだろう。9時。9時ぐらい。時計で言うなら。9時じゃねえか。おい。これでセーブかい。行こうか。行っちゃうかい。再開。ねえ、牛トラウタツミ馬羊サルトリ犬イイで24時間を表すとすると、あの時間帯は6時とかか、夜6時とかになるのかな。12個で24時を表すんだったらな、牛蜜時とかって言うけどね、牛の牛は3時とか4時とかってな。ね、おお、決着を。行くわよ大神くん。あなたはサタンに騙されている。こうもあやめよ。今のセリフ間違えたかもしれん。うわうわぐわ。大神さん来るな、頼む、手を出さないでくれ。違う、本当のあやめさんは自分が字がこっちなのに、本当はっていう、その、なんかこう、猫かぶってた姿を本当はとか言われてる感じだよな。それすごい居心地悪いと思うけど。俺はそんなあなたに憧れていたんだ。本当にくだらない生き物ね、確かに。いないというのに過去の思い出にすがって。
そんなに藤井の枝が闇が好きならば、その思い出とともに永遠に眠らせてあげるわ。天国で会えっていう話だな。ぐわっ、この話は大神さんが、あやめさんやめてくれ説得になっとんか、これは八王一の宴。そろそろ後部やられてもいいと思うんだけど、すごい硬いな。どうしたの、君の決意は、君の力はこの程度、この程度、そんなに私を傷つけるのが怖い本当かわいい子ね、すぐに楽にしてあげるわ。どんだけ硬いんだよ、後部が。お願いです、あやめさん。私たちと一緒にいた、あのあやめさんに戻ってください。今宵、量子法は放たれ、世界は闇に帰る。皆さん、見よう。血の涙は我がビッシュ。ビッシュ、ダルビッシュ。その洞窟は心よき旋律。そして絶望は我らが時を告げる風、幾億の命の絶望と恐怖に、私はサタン様と共に酔いしれるのよ。そうか、さよなら大神君。まず、あやめを止めることよりも、あの量子法を壊すことが先じゃないか。なんなら、さくらくんが。なんてこと。おい。おい。大神。時々こんな奇妙なことをする。かつての私ならあるよ、同じことをしたかもしれない。大神がぬるいことを言おうから、桜まで犠牲になったじゃないか。もう許しておけ。なんだ、なんだこの力。俺はね、あやめさん、たとえ邪悪の化身となっても、俺はあなたに惹かれていた。世界が滅んでも、全てを失っても、あなたのいた日々に帰りたい。心のどこかでそう思っていた。でもみんなが、そしてあなたが教えてくれた、負けてはならない時がある。すべてを捨てても、捨てねば、捨てても進ね、すべてを捨てても進まねばならない時がある。もう俺は迷わない。見ていてくれや、さくらくん。あ、さくら死んでなかった。さくら死んでなかった。うい、ちょっと。かばうわ。かばうわ、誰にも。さくらどこにいるんだろう。これどうなっとんだろうな、この辺とかな。いけるか。まあ、いけないことはないな。普通にやって勝てるんだろう、普通に戦えば。無双転移か。あら、柔らかい。あら、柔らかい。私の見込んだ通りの人だわ、君は。だけどね。だけどね。それしかせんや。それしかせんや。後部の方が、なんなら後部の方が硬いまである。おお。四連撃。ノリに乗っとる。この男ノリノリである。これあやめの必殺技を見せることなく勝つけど、いいんか、それで。それでええんか。弱っ。一番弱いです、あなた。一番弱いです。やるわね。あなた自身の手で私に届けてください
なんか偉そうな口で聞いてきたけど、いいよ。いや、悩むな、どうしよう。押さない。ここでとどめを刺すのは大神じゃねえ。それでも刺さない。それが大神だ。そうだろう、わからない。でも俺はそれでもあなたを倒すことはできないんだ。おかしな子、あなたの藤枝弓はもういないというのに。熱い茶番。サタンさん、めっちゃ慌てとるやん。うわー、ほろ、あやめさん、どういう、あれ、こんな感じだったっけ。あやめさん、くだらん真似を。どこまでも愚かな女だ。許さんぞ葵サタン。よし、行くぞ。間もなく世界を滅ぶ。貴様らの命も戦いも死も全て無に帰る。はははは。下、これこそ我が神器。我が神器。神の脅威。カムイ。やっぱカムイだった。神の脅威って言った時点でカムイだと思った。ずいぶんなんか喉ガラガラになってるけど、俺並みに喉ガラガラになってるけど。合体攻撃使えるんかな。あ、使える。なんで便利なんでしょう、合体攻撃。大神がどこに移動切れるかによるな。ここに移動してくるといいけど、ここかな、まあ、とりあえず通常で様子見。たまっ、ういっす、やります。頼りですとか言われたらやるしかねえ。ただこれ合体がちょっと微妙な位置だな。ねえ、ちょっともう一個、ここは一発当てて様子見。一発で当てて様子見しない、防御して様子見。まあ、大神の後部は硬いということを差し引いても、ここはお様子見。ここはおよそ様子見で。ありがとうございます。終わりにしやる。裏切り闇より来され、地獄よりの見つかりを。なんて？へい。そんなに無がええかいね。仕方がない。硬いな。大神、このカバウが優秀すぎてゲームバランスを壊す勢い。ありがとうございます。さあ、お見舞いしてやろう、合体攻撃を。こんなラブラブ赤波天狂拳によってやれる敵さんたちよ。ここでもう一発お見舞いできたいよな。それは許されない。さーて、後ろに回り込んだ。あ、必殺もう一発来るな、これ。ありがとうございます。いや、来るな。見ていてくださいね。
これで決めたいけど、ここに移動、これで多分倒しきれんが、多分倒しきれんが、必殺もほう、必殺もカバウで、なんか夢日記みたいな、夢日記みたいなのが、ここら辺に夢日記みたいなやつが、いやー、まだ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 倒れんな、早めの強さを1としたら、このサタンの強さは10ぐらいはあるな。アホだけど、2人と戦うということがすでに負けを、桜大戦においては負けを意味しているな。大神と2人だったら、うわー、かっこいい、これ好き、ドドドドドってのは好き。あっけなかったな、しぶとい、しぶとい、認めんぞ。お、何ですかその紫色のブドウみたいな色、カバヤのジューシーみたいな色のやつは、ほう、すると恐怖の雨を降らせてくれるわ、割とめちゃくちゃだよな。帝国歓撃団、さらばだ、さらば、貴様らの負けろ。初めからそれをしろ。貴様ら人間の罪を償え。人間の罪とは。ということで、ここまで、ここまでにしましょう。一応怖いからセーブしとく。ほなまた次回パートでお会いしましょう。